はい、待ち合わせ場所に到着しました。ここは秋保高原の里です。草刈りやってますね。いやー、真夏だな。今日は塩味さんと待ち合わせしてます。まあちょっとね、暑いからもうちょっと山の方に移動して乗りたいかな。日焼け止めだけ塗ってちょっと先に準備しておこう。久しぶりのライドです。リハビリライド。川沿いだから涼しいしね。はい、ターマック、いいね、ターマック、イエーイ。涼しいでしょ、こういうとこ。涼しいですね、いいですね。これはこれは好きなんだよ、二口は。ぐらいだけど。結構引っかかってんだよね、みんな。うん、美味しい水がありますよ。行ったことないの？久しぶりには来たけど、2回ぐらい来てるけど。あ、今どこあったかな。一番上、いよいよ、うん、まあ東大元暮らしっていうか、意外と自分が気にしないところは気にしないからね。ユリが綺麗だ。はい、あとは下って帰ります。いや、気持ちよかった。塩味さんにリハビリライド付き合ってもらいました。ユリが綺麗だね。まあ大してあの、なんか私も知ってるわけじゃないんだけど、塩味さんにいろいろあの漕ぎ方乗り方をレクチャーしながら遡りました。まあいいね、やっぱり自転車仲間はいいです。はい、あとは大滝まで下っていきます。はい、到着しました。気持ちよかったね。夕暮れ時いいね。はい、今日もお疲れ様でした。塩味さんとのリハビリライド、よかった。おー、もう誰もいないね。貸し切りだわ。
ターマックかっこいいね。はい、お疲れ様でした。ターマックかっこいいね。いいね。はい、二口ですね。阿久大滝楽しかったです。またよろしくお願いします。はい、ここが阿久大滝ね、駐車場もう誰もいないです。はい、以上になります。介護だからさ、虹が出ました。すごいね。よく見るとダブルだね、これ。すごいね。ダブルの虹が出てます。すごいな。